キース・ウォーカーはアメリカ合衆国のプロレスラー、元ボディビルダー。イリノイ州シカゴ出身。大学時代はボディビルダーとして活躍。2003年にプロレスラーデビュー。デビュー後間もなくハーリーレース主催の WLW に出場するようになり、2006年4月にはプロレスリングノアに初参戦。2006年5月13日、トレバー・ローデスを破り、 WLW ヘビー級王座を獲得。その後 WWE とディベロップメント契約を結び入団。2006年12月より参加団体である DSW にてトレーニングを開始。2007年6月からは DSW が WWE との提携を解消したことにより新たに旗揚げされた参加団体である FCW に移籍するも WWE には出場することなく10月に解雇された。2007年10月27日、デレック・マック・イーンを破り再び、WLW ヘビー級王座を獲得。2008年7月、ノアに再来日。以降は、同団体の常連外国人選手となり、9月には、ミズーリ・シュエルゾンで行われた、WLW ノアゴードレスリングキャンプに参加。10月には、 ラッシュブラウンとスカルクラッシャーズなるタッグチームを結成し、同月4日にテキサス州にて NWA 世界タッグ王座を獲得。2010年11月20日にダークシティファイトクラブに王座をダッシュされるまで2年間守り、NWA 世界タッグ王座最長保持記録を打ち立てた。2009年10月28日、小橋健太の保持していた。 GHC ハードコア王座に挑戦するも失敗。2010年1月にバイソン・スミスと組んでノアのグローバルタックリーグ戦に出場。同年4月14日、力子をモアンド、モハメド・ヨネグミを破り、GHC タック王座を奪取。6月6日、初防衛戦で杉浦隆・隆志谷口周平組から王座を防衛。しかし次回防衛戦の直前に、 父親が他界したため来日中止となり、GHC タッグ王座を返上した。ありがとうございます。